CNN によりますと、映画芸術科学アカデミーのジョン・ベイリー会長に対して、3人の女性がセクハラの被害を訴えているということです。被害者の氏名や職業は公表されていません。ベイリー会長は、ハリウッドの撮影監督出身で、映画プロデューサーのハービー・ワインスタイン氏によるセクハラ問題が発覚する直前の去年8月に会長に就任しました。今回の訴えに対するコメントは今のところ出していません。また、映画芸術科学アカデミーも調査が終わるまでコメントできないとしています。